ポッテンドルフ線は、オーストリア連邦鉄道の幹線道路の一つである。オーストリア、ビーンとニーダー・エースター・ライヒ州の町、ビーナー・ノイシタトを、エーブ・ライヒスドルフ経由で結ぶ路線。また、ビーンとブルゲナント州、および、ハンガリーのショプロンを結ぶ路線としても機能している。なおビーン、ビーナー・ノイシタト間は、特急列車のある510号線が一番所要時間が、短い。 臨時列車を除くと、下記に系統が運行している。1860年代に、ラープ鉄道とクロクニッツ鉄道の連絡線がすでに、多数の工場主により計画されて、1864年9月30日に、建設許可の証書が1868年までの、開通の条件で発行された。建設業者と、利害当事者の資金は十分であったけれども、 資金の統合が合議されるのができなくて、その建設免許は返還された。1869年8月23日に新たに、効力の発生された、一般鉄道の建設と運営に関する許可により、ウィーナーノイシュタット・グラーマト・ノイジードル区間は1871年9月1日に、ウィーナーノイシュタット・グラーマト・ノイジードル鉄道という、路線名で開通された。鉄道会社は、 ウィーンとプレイスブルク区間の鉄道との接続の目的でグラーマトノイジードルフィッシャメント区間建設を計画したが建設許可は1882年別の会社に与えられた。実際の建設区間がマナースドルフシュベイヒアトに変更された。1872年9月10日にウィーン銀行連合はウィーンポッテンドルフ区間及びエーベンフルトの オエーデンブルク方面の国境区間の鉄道付設と運営に関する許可を獲得して、1875年既存の路線と合わせて、ウィーン・ポッテンドルフ・ウィーナーノイ・シュタット鉄道の法人が設立された。1874年5月7日に、ウィーン・ブルメンタール・バンパースドルフ区間が開業されて、1875年11月3日に、ウィーン・マイドリングまで延長された。 ウィーンポッテンドルフ・ウィーナーノイシタット鉄道は、後で路線運営権を南部鉄道会社に譲った。1924年この路線は連邦鉄道により運営されたが、鉄道会社は後で国有化された。1974年4月に電力供給設備がこの路線に備えられた。1983年から2番目の線路がバンペルスドルフ・ウィーナーノイシタット区間で、 部分的に設置された。2002年12月15日に、グラーマトノイジードルバンパースドルフ区間で、旅客列車運行が中止されて、ウンターバルタースドルフ駅の待合室が廃止された。文化財として指定された駅舎は、現在地域博物館となっている。ポッテンドルフ線の 50km 区間の伏線線路、改良は、ウィーン南部鉄道の交通量を増やす目的で、 実行されるプロジェクトである。2016年6月、b b 施設、建設株式会社の取締役、ゲオストリア州議会の交通担当議員、欧州委員会の委員が、プロジェクトの着手意思を表明した。同年12月に、旧インツェルスドルフ貨物駅で設置された、ウィーン南総車場が、コンテナー2役、物流管理、貨物自動車、 貨車の移送の用途に開業された。ヘナースドルフの既存駅舎は2016年から解体されて、高架駅に改築された。新駅は2018年11月に公式的に開業された。ウィーン・ミュンヘンドルフ区間の複線化工事が2019年11月に終了して、アッハウ駅もミュンヘンドルフ駅も現代的な施設を備えた。以下では、 511号線の駅と営業キロ、停車列車、接続路線などを一覧表で示す。ありがとうございます。